ことぶきは、江戸時代の将棋指し、送りな人、伊藤漢字が創作した、詰将棋作品の一つ。竜王によって、玉将を盤上一杯に追いかけ回す、竜王いと合駒と尺を繰り返し、盤上が全く同じでも攻め方の持ち駒が変わっていく。持ち駒変換、盤上がほとんど同じだが、ある駒が一枚だけ消失している、おけ駒消去の複合によって611手の、 長々手数を実現している。伊藤漢字は1755年に江戸幕府に詰め将棋作品集、将棋図匠を献上した。将棋図匠には100の作品が収められ、10は最後の第100番に収められている。出題図から詰みに至るまでの手数は611手という長々手数は当時としては驚異的であり、1955年に記録が 更新されるまでの200年間にわたって詰将棋の最長手数の記録を持っていた。長長手数のため全手順を記入するのは煩雑となるので、要点のみ説明する。全手順は外部リンクのサイトで鑑賞できる。初手46竜から玉を追いかけ、左辺に玉を追いやる。84に玉型の項があるためにそのまま追いかけることができず、97成形同玉と捨てた後、 七七竜の両王手で甲の守備をかいくぐる。今度は右辺に玉を追いやるが、同じように二号の玉方の甲の守備をかいくぐるため、一九銀同玉と捨ててから三九竜の両王手で、再び左辺に玉を追いやる。一九銀のところで一九歩としたいところだが、一四に攻め方の負があるため二歩になってしまう。この一筋の二歩の解消がこの作品の最大のテーマである。 二周目からは、左辺で九七歩同玉と捨て、右辺で三八玉となった時に三六竜と玉から一マス離れたところに移動し、二五甲を質駒にする。玉方は二五甲を取られないように三七桂五と、応じ、同竜以下また左辺に玉を追っていく。これによって、攻め方の持ち駒の一枚が、負から勝らに変わる。一サイクル四十二手の手順を4回繰り返すと、 攻め方の持ち駒が、出題図の、不四枚から、桂四枚となり、玉形の持ち駒の桂がなくなって三七銀号と、応じざるを得なくなる。ここまでが序盤である。攻め方の持ち駒が、銀と桂四枚となってから中盤に入る。玉を左辺に寄っていき、八五玉となったところで序盤と違う手を指す。七七桂と打ち、玉形のと金に取らせるのである。 銅と七五竜九六玉九七銀同玉七七竜で、と金が一枚消え、攻め方の持ち駒が、かつら三枚と負に戻る。なお、攻め方の持ち駒に銀がなく、負がある状態で七七桂と打つと九六玉と逃げられ、九七歩と打っても九五玉七五竜八五歩合、いか積まないので、玉方が三七銀合をするまで七七桂と打つ、ことができないのである。 竜追いによって二周し、攻め方の持ち駒が、カツラ枚と負を経て、再び、銀とカツラ枚になる。すると、再び七七桂が可能になり、銅とと取らせてその金を奪う。これをもう一回繰り返し、金が三枚消えると、中盤から終盤に移る。七七桂と打つと、玉方はカツラを取ると、金がなくなり、九六玉と逃げざるを得なくなる。 9七銀イカ玉を左上に追っていき、竜追いの鍵となっていた竜を一旦9四竜、同銀と捨てた後、さらに右上に玉を追っていく。5一歩正同竜同金同玉と玉方の、竜を奪い、5二歩四一玉5一飛三二玉3一、ひなりで竜を作って、再び竜追いを行う。今度の竜追いは、右辺だけで行い、右下を経由して、右上に玉を追い。 一三歩制同玉でついに一筋の二歩が解消される。右下に玉を折った後、三七竜一八玉の時に一九歩が打て、以下同玉に八銀一八玉一七竜二九玉、一九竜三八玉三九竜までとなる。この作品が、後世の詰将棋界に与えた影響は大きい。将棋図匠第九十八番の裸玉、第九十九番の煙詰めとともに、 新曲と呼ばれ、3作とも約200年にわたって他の追随を許さなかった。1942年に岡田明矢によって裸玉の第2号曲、1952年に黒川一郎によって煙詰めの第2号曲が発表され、本作品が最後まで残ったが、1955年に奥、その幸男が創作した873手の 新大木めが発表され、ついに最長手数の記録が破られた。現在の最長手数のめ将棋は1986年に橋本工事によって発表され、1995年に改良されたミクロコスモスで1525手である。他にも昭和末期から平成にかけて長長手数のめ将棋が続々と発表されたため、2006年時点で10は 爪将棋の手数ランキングの上位10作には入っていない。現在でも611手以上の長長編の爪将棋にことぶき声という言葉が使われることがあり、長編の指標として爪将棋作家の目標の一つとなっている。ありがとうございます。